社長、ニブルヘイムへ向かわせた調査隊が何者かに襲われたようです。ウータイか。いよいよ始まりますな、ワカ。早く行こう。新しい橋はあっちだね。あいつの運に期待しろ。どうしたの？思い出したんだ、ザックスのこと。うん、吊り橋から落ちてここから流されていった。そしておそらく死んだ。ティファは覚えてたんじゃないか。だからくれない方がいいのかなって。ザックスは友達だった。それなのに忘れるなんて。違うよ、クラウドは思い出したんだよ。よかったじゃない。うん、よかった。そうだな、ザックスのことエアリスにも伝えないとな。うん、でも私に任せてくれる？ああ、友達だからね。ねえ、まだ？ごめん、すぐ行く。この話はみんなにも内緒でね。苦しい。早めに抜けるぞ。濃すぎる魔鋼は危険だ。魔鋼の泉だ。これ全部マテリアなの？5年前よりすごいね。天然のマテリアだ。マテリアは魔鋼エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかるのか。ねえ、先行こう。この辺りも濃いよね。賛成。
だよ。ここを登っていけば。別の道を探すしかなさそうだ。あ、私に任せて。これで登っちゃおう。このルートはさすがにガイドしたことないな。ユフィ大丈夫？これぐらい楽勝。ウータンにはもっとすごいのがあるよ。断崖絶壁に巨大なダチョウ様が掘ってあってね、忍びの修行でそこを登らせるの。つらかったけどご褒美があったから。ご褒美？ダチョウ豆、ゴールしたらもらえるの。はっ、ここ登り切ったら二人にもあげようか。遠慮しとく。それがどうした？いや、ウータイっぽい名前だなと思って。戦争の前は移住者も少なくなかった。二世や三世が神羅にいてもおかしくはない。そっか、神羅にもウータイ人がいるんだ。どこから降りよっか。元ソルジャーって言ってたからクラウドと一緒だね。一緒にするな。ウータイに来たら紹介してあげようか。あ、そのまま暫定政府に入っちゃう。ねえ、いい考えじゃない？ボタボタが全部片付いたらさ、みんなでウータイに来ればいいじゃん。で、暫定政府のユフィ部隊としてシンダと戦うの。神羅軍を次々と壊滅していく最強のユフィ部隊。それを指揮するのは美少女隊長のユフィ。くー、映画館間違いなしね。よし、そうと決まったらさっさとゴタゴタを片付けちゃおう。勝手に決めるな。
そのはずだ。でもどうだろうと、死んだ奴らには同じことだ。行くぞ、紫を探そう。うん、始めたんだ。始まったんだ。どうしてこんなこと。何も聞いてないの？知らないよ。何が起きてるのか全然わかんない。私まだ何にも役に立ってない。俺たちの役には立ってる。冷静にな。分かってる。銃でやられてる。紫みたい。奥も確認しておこう。生存者がいるかもしれない。うん。誰もいないね。
大丈夫？ああ。あら？ケッタ氏？ユフィハンデか？今どこにおります？魔鋼だまりの奥の部屋だ。そっちは？役場ですわ。何かお手伝いできるかと思って魔鋼炉の端末にアクセスしてみたんですが、あ、紫班には会えましたか？死んでいた。ウータイと戦闘があったようだ。なんと！ややこしいことになる前に信頼式の端末借りちゃいましょう。カードキーはあります？ああ。じゃあその端末に差し込んでください。こっちで遠隔操作して屋敷の門開けてみますわ。バッチリですわ。先に屋敷へ向かって端末探しときます。わかった、後でな。はいな、またね。戻ろう。屋敷に行ったらまず端末を探しましょう。クラウド班たちが戻るまでにちゃちゃっと見つけますぜ。了解。お前はクラウドたちを待て。合流できたら俺たちのところへ連れてこい。その鼻でたどれんだろ。お前にしかできねえから頼んでるんだ。ならば仕方あるまい。ほら行きましょう。